リンゴ検証2日目。さあ、見た感じあまり変化はないと思うんですけど、ちょっと一つずつ見てみましょう。褒めるリンゴ。そうですね。まあ、昨日とあんまり色は変わってないかな。悪口リンゴ。褒めるリンゴよりちょっとやっぱり黒いかな。ちょっと黒いひび割れが出てきてますね。シカトリンゴ。シカトリンゴは褒めるリンゴと同じぐらい白いです。ちょっとわかりにくいかな、この白さとこの白さ。あ、褒めるの方が白いかな。最後、音楽リンゴ。そうですね、音楽リンゴもそんなに目立った変化はないようですね。まあ、こう見てみると、まあ、若干悪口リンゴが劣化してるかな。それでは3日目やっていきます。昨日と変わらず可愛いな。肌質もまだ潤ってるね。綺麗綺麗、すごい綺麗だよ。やっぱりもうみんなと違うね。全然違う。ひび割れもないし。あ、匂いもいい。どこの香水？また香水変えた？今日も綺麗だね。おい、褒めるリンゴとシカトリンゴの間に入んじゃねえよ。うわぁ、臭いし、ちゃんとお風呂入ってる？汚いわ、お前。ちゃんとしろ。はい、それではまた明日も検証していきます。リンゴ検証3日目でした。